Oh, the next program is Introduction to Japanese Culture. Opa! Kagawa-san! Gracias!性別、出身地はおろか動物学上の分類でさえ定かではない。ただ分かったことは、その生物はパイ投げだけは並外れた能力を持っていたのである。そのためパイマンと名付けられたのである。パイマンのボーマDr. Fellow.
300年 100LDK じゃ。となると引っ越しはこれぐらい。半額にならんかの。任しとき、引っ越しのエキスパート。すまんの。トートレリモデル、お宅のウォシュレット取り替え時。取り替える取り替える取り替えるだけでオート開閉。取り替えるだけでオート開閉。取り替える取り替える取り替えるだけでオート洗浄。取り替えるだけでオート洗浄。お宅のウォシュレット取り替えるだけでオート開閉とオート洗浄が一台でオートアプリコット。マーシのデザインはもちろんのこと、洋服のデザインにも興味をお持ちで、将来は歌手だけではなく服飾デザイナーとしても活躍するのが夢だそうです。 UFO 今週の第8位、ピンクレディ UFO。 点を合わせて見つめるだけで愛し合える話もできる。口づけするより甘くささやき聞くより強く、私の心を揺さぶるあなた。信じられない言葉かりあるの、もしかしたらもしかしたらそうなのかしら。それでもいいわ、近頃少し地球の男に飽きたところよ。UFO。 お悩みのようでござるな。何やつじゃ。大石蔵之介さんとやら。どうですか、お主も一緒にパンティーをかぶってみてはいかがでござるか。パンティー越しにしか見えない世界もあるんでござるよ。ふざけるな。殿の仇を討とうとするときに大石殿がこのようなものをかぶるわけがなかろうが。パンティー。大石殿。パンティーじゃ。大石殿。パンティーじゃよ。いかがなされた。パンティーでござる。大石殿。パンティーでござる。皆さんおマットさんでした。それでは来年もいい年ではありますように。今年最後のパンティー祭りじゃ。パンティーパパンティー。どうした。パンティー温度だパンパンティー。多いの。お悩みみんなのれほいパンティー。何をってるんですか。中心グラだよハイパンティー。パンティーかぶってる番じゃないぞ。うちなんかやってちゃダメだよ。キラおる。キラキラおる。キルチャンス、キルチャンス、キラキルチャンス、おいし、おいし、おいし様、おいし、アホやおいし。年の瀬なのでホイパンティ、四十七時でハイパンティ。皆さん良いお年を。第2位ブルージーンズメモリー、ジーパンデカ。からないよお前がなぜ干してたジーパンを切り裂いたのか。ベランダの扉を右手で開けたら短くなっていた。なんじゃこりゃ。はい、待っててくれて嬉しいよ。こんな
しいおもちゃ100以上チョコからおもちゃが禁断サプライズ到着。さあ今日はどんな仲間に会えるかな。あ、火星人さんだ。火星人さんはピノのどこが好き。おいしいとこ。そう、そこがピノのいいとこね。みんな大好きエスキモーピノ。男も一緒につけてほしい。エステートツインジュエリー銀座ジュエリーなきナビオ阪急3階。Mystical place where a skinny boy can easily experience the hyper macho world. That is Machorix. これは非常に貴重な映像なんですが、カメラが世界で初めてこの羽化の撮影に成功したんですね。あ、動き出しました。あ、本当ですね。自転車を囲んで蓋して音符が2つに鍵括弧ベル君出来上がりちゃんポリンキージュニアできたよちゃん。おいすぐ消したい。そんな時トイレその後に見てください。嫌だってなんだって瞬間に元からこんなにいいスプレーがあるんです。トイレ室には携帯用ピーポーピーポー私の体の中を今救急車が走ってます。ピーポー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 。マイキーったらいつもいつも散らかしっぱなしにして。あら、これ何かしら。マイキーったら密かに日記なんてつけてたのね。毎日どんなこと書いてるのかしら。ちょっと気になるから少しだけ読んでみようかしら。ダメよ、いくら親子とはいえそれは許されないことよ。でも読まないと気になって掃除に集中できないに決まってるし、マイキーが私たちに言えない秘密をここに打ち明けてるかもしれないし、ここは心を鬼にしてマイキーの日記を読むしかないわ。そうよ、読むしかないのよ。火曜日晴れ。今日は本当にママを殺そうと思った。そしてついでにパパも殺そうと思った。だってあいつら超うざいんだもん。でも今日は眠いから明日にしようっと。
なんてことだ。これはまるで殺人予告じゃないか。そうなのよ。しかも今日は水曜日。なんてことだ。私たち今日マイキーに殺されるかもしれないのよ。ただいま。来たの？来たわ。あれ？パパ今日は早いんだね。そうなんだ。今日はちょっとママと大事な話があって早めに帰ってきたんだ。ねえママ。そうなのよ。今大事な話をしてたとこなのよ。なんなの大事な話って。なんだっけママ。なんだったかしら。忘れちゃったわ。なんか変だな。二人とも僕に何か隠してるんじゃないの？そんなことあるもんか。ごまかさないで教えてよ。暴力はいかんぞマイキー。そうよマイキー、とにかく冷静に話し合いましょう。僕テーブルを叩いただけだけど。そうやって私たちが油断した隙にズドンと一発お見舞いする気だな。そうはいかんぞマイキー。まずは冷静に話し合おう。一体私たちの何がそれほどまでにお前の気に触るのか教えてくれないか。言ってちょうだいマイキー。ママの悪いところがあれば何でも直すから。マイキーの行きたいところにどこだって連れて行ってあげるぞ。何でも好きなもの買ってあげるわ。だからお願い、命だけは助けて。なんだかよくわかんないけど、この際二人に話を合わせておけば得しそうだぞ。本当に何でも買ってくれて好きなところに連れてってくれるんだね。もちろんだマイキー。もちろんよマイキー。じゃあよくわかんないけど二人とも許してあげるよ。でもその代わり遊園地に行ってラジコンカー買ってね。やった助かったぞママ。とりあえず私たち助かったのね。それはもしかしてパパとママこの絵日記読んだの？ひどいや、人の日記勝手に読むなんて。ごめんなさいマイキー。命だけは助けてくれ。あれ？でもこの日記僕のじゃないぞ。僕とローラちゃん学校で席が隣同士だから間違って僕のカバンにノートが入っちゃったんだ。ということはその日記を書いたのはマイキーじゃないってこと？だってこれローラちゃんのだもん。じゃあマイキー、さっきの話はなしだ。それを書いたのがお前でないなら何でも買ってあげるなんて話はもう終わりよ。そんな、遊園地連れてってよ。お黙りマイキー。そんなわけのわからないだだこねる前に自分の部屋掃除しなさい。そうだ、親の言うことを聞かないやつは遊園地にだって連れて行かないし、ご飯も食べさせない。それが親のしつけというものだ。ちゃんとお部屋が掃除できるまではお小遣いも禁止よ。それはいいアイデアだ。さすがママだな。そんな。水曜日晴れ、今日ママもパパも八つ咲きにしてやろうと思った。だってあいつら超ずるいんだもん。でも今日は眠いから明日にしようっと。地球では3分しか時間のない彼であった。唐揚げ入りで豚骨味、明星カップのチャルメラ新発売。ハーフェンハーファ、黒ビール&生ビール、コク&爽やかさ、サントリーハーフ&ハーフ新発売。ハーフ&ハーフオンサントリー。おっぱいやダンス、性欲の野望に燃えて、強い君に喜しつき、スーパーグラッツコンパイル。究極のパフォーマー、過激コミュニケーション、世界中を震撼させる驚異の肉体パフォーマンスは笑いのデンジャラスゾーン。生ぬるいパフォーマンスはもう終わりだ。本当のパフォーマンスを見せてやる。過激コミュニケーション。私はパパの手の上に乗るのが得意。お、気をつけ。ピース、よし、さあ、じゃあ上下運動いくよ。1、2、3、4、5、6、7。メキシコシティ、心抜けに明るいトークで全米ショービズ界を席巻した彼らがついに日本上陸。タコス、グラシアス。アメイゴ、メキシコシティ。セニョール
マチェグスト。ヤン様、DNA バナ、インメンサポプラリーダー。アシェスンエノルメポプラリーダー。エシャンプラマステヤン様、プリメラソラガベサ。シシェ。アディマソラバファンダ。アシェス。ジャンビアラピンダダラビオス、インポンドセラファンダ。その優しい。え、キエスして、オラソナタディインビエルノ。バスタや。むなします。グラシアス。面白そうやけど全然わからんね。人の魂が入るとき、料理は別の生き物となる。勝負。料理で生まれたモンスター、フードンバトルだ。格闘料理伝説ビストロレシピ。はい、手品にゃ。今日はゆで卵テレポーテーションをするなにゃ。こちらの熱湯に入ったゆで卵をこの空の器に瞬間移動するなーにゃ。これを手錠をかけるなーにゃね。動けないようにね。うわ、これ湯気なーにゃだよ。なんでそんな喜んでるなーにゃ。なんでそんなローテーションなーにゃ。全然用意するなにゃよ。わかったなにゃ。よいしょ。はい、手品なにゃ。はい。すごいぞこれ。早くするなにゃよ。はい。テンポ大事だよ。熱いって何なにゃよ。なんか出てんでしょなにゃ。どういうことなにゃよ。湯気がだ。あっちゃ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 。何熱いなにゃって。マジでまぶたについた日にはとんでもない熱いよこれ。楽しく元気に明るく見せないとマジックじゃないなにゃ。そうだな。楽しいよ。手品なにゃ。スイッチ入るかんなもんで。やるなにゃ。早く温度が下がらないなにゃだよ俺。これメガネだよ。これもうメガネは瞬間移動じゃなくていいからなんだね。取るだけでいいなんだ。口で掴んだら俺が取りに行ってあげるなんじゃないからね。頼むよ。行くぞ。はい。わあ。早い。ああ。おっこった。メガネどこだよ。え？メガネどこだよ。にゃできるなにゃか。はい。あ、いった。おお。あっちゃ。鈴の助。ああ、俺のメガネだ。メガネは瞬間移動だよ。カレーちゃん。いやりょうちゃん、髪の毛洗ったのか。俺うまい。何がやねん。髪の毛洗った。俺うまい言うてんねん。髪
髪の毛洗うの。やめなよ。関係ないやないか、お前。俺がこれ青山に3時。ミドレンジャー、逃げろ。こっち来なさい、こっち。逃げて、逃げろ。逃げて、5人揃って。ゴレンジャー、はい、おい、さあ、ゴレンジャーが相手だ。しゃあ、待て、ゴレンジャーちゃうやん。モディ、来い。カズのことはもう言うな、来い。お前ら2人やないか。なんで2人やん。いや、もう細かいことは気にするな。数字のことは言うな。待てー！この世の悪を吸い寄せ、正義の力で吸い寄せ、俺たち豪華の元さん、豪華さん、すごい、マジで。ちょっと待てよ、マロ。全自白やぶが吸い寄せるぞ。えか、未知との遭遇。行くぞ、行くぞ。あ、えか、オッケーオッケー、いいぞいいぞ。
トラベルベルトラベルベル、お気楽トラベル行きたいぞ。もう一泊してえなおい。プロミスついてるついてる、どうもついてる。プロミスコール。いや、 C3PO だよ。 R2 どこにいるんだ。 R2、 おこれだけやで。犬や猫の飲みダニ対策にはフロントライン、首筋に垂らすだけで簡単なのに全身スッキリ。フロントライン動物病院へどうぞ。ハッピーセット。今マクドナルドに映画ドラゴンボールがやってきた。パラパラメモやジグソーパズルなど楽しさ4種類、みんな集めちゃおう。ハッピーセット400円、マクドナルド。こんにちは、ダンさんです。私は今白川町に来ております。ご覧いただけるでしょうか。こちらでは泥投げ祭りというお祭り、何でも300年以上の伝統由緒あるお祭りだ。西野くん、私ね、好きな人がいるの。そうか。本当、ごめんなさい。私、塚人形部長いたい。恋に破れたあなた救うために来た絵のテロリストね。あ、恋に破れた男が何してんねんお前。誰とも喜ぶもの。何してんねん。何してんねんお前。それは MG 開脚オープン。はい、目をそらさない、怖がらない。何してんねんお前。 M 字開脚の M は負けないでの M。 はぁ、あ、早くする。ない、私時間ない。え、私次ある。行けや。もうどこ行く。帰んねん。もうどこ行く。帰んねん。どこ行く。西野、どこ行く。あれ流してんのお前。西野。はぁ、私西野の家ついてく。来んな西野。来んな。私西野の家住む。住むな。西野、何や。昼飯だけくれ。飲食食べんねん。マイキー君、来月のクラス対抗の野球大会は絶対に負けたくないんだよと息子を申しております。はい、僕も負けたくありません。ではマイキー君、野球について知ってることを言いなさいと息子は申しております。君は全く野球を知らないだろうと息子は問い詰めております。はい、見たこともやったこともありません。そんな君には元エースで4番の僕が特訓をしてやろうと息子は高飛車に申しております。ボブ先生、このボールとグローブものすごく汚いですね。そしてこれは息子が10歳の時に私が買い与えたものでございます。
まずはキャッチボールだ。このグローブめがけて投げてみなさいと息子は申しております。よし投げるぞ。えい、あ、ごめんなさい。いた、てててててて、何やってんだノーコンマイキー、くらえと息子は申しておりました。こんな怖いボブ先生は今まで見たことがないぞ。僕の大事なボールがよその家に入ってしまったじゃないか。そしてそんな家の人は雷親父と相場が決まっているんだ。早く謝りに行って取り返してきたまえと息子は怒鳴っております。え、僕一人で？当たり前だ。どうしてエースで4番だった僕が濃紺の尻拭いをしなきゃならないんだ。一人で行ってこいと息子は激怒しております。どなたですかな？あの、すみません。裏の空き地で野球をしてたんですが、ボールが入ってしまって。そのボールとは、この金のボールのことか？それとも、こっちの銀のボールかな？いえ、それじゃありません。僕の打ったボールはもっと古くてボロっちいボールです。では、この薄汚いボールかな？そうです、そのボールです。素晴らしい。なんという欲のない正直な少年なんだ。気に入った。ちょうど板前を呼んで寿司を握らせていたところなんだ。君も食べていきなさい。ずいぶん遅かったね。親父に説教されてたんだねと息子は申しております。いえ違います。おじさんはお寿司をご馳走してくれました。なんだって？君一人でそんな美味しい目をするなんてずるいじゃないかと息子は申しております。先生が一人で行けって言ったんですよ。ふん、まあいい。では特訓を再開しようと息子は申しております。あ、しまった。お寿司に気を取られてボールを受け取るの忘れてた。君はどこまでダメ人間なんだ。早くもらってきたまえと息子は申しております。どなたですかな？すみません、さっきお寿司をご馳走になったものですが、ボールを返していただくのを忘れてしまって。うん、そうだったっけな。で、そのボールというのはこの金のボールのことか？いえ、それじゃありません。僕のボールはもっと古くてボロっちいボールです。素晴らしい。気に入った。ちょうど芸者を呼んで野球拳をしているところだったんだ。君も楽しんでいきなさい。アウト、セーフ、よよいのよい。また負けちゃった。でも野球がこんなに面白いとは知らなかったよ。コロコロポロロン、ね、コロコロポロロン、何してんの？コロコロポロロン、教えてあげない。教えてあげよう。ローラーコロコロ、ゼリーがポロロン、コロコロポロロンだ。コロコロポロロン新発売。ちょうだい、ちょうだい。おいや、おいや、おいや。Bueno. Bueno. Oh yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, bueno. 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 言いたいことも譲り。あなたにこんな気持ちを言ったところで僕も僕の心は消えないけれども、言いたいことも言えずに歪んでく自分は砕け散った涙ごとなかったことにしたから。
けじゃないですよ。これはね、悪あがきなわけですよ。じっとしていられないから、我慢できないから、何も変えられないけど歌うわけですよ。負けっぱなしの人生だけど、負けっぱなしは嫌だから、嫌だってことを叫びたくて、ただそれだけのために歌ってるわけですよ。教えてくれるわよ、ムガス、お願いね。髪の毛の伸びるのが早いやつはスケベだと言われてるけど、遅いやつも結局みんな人間全部スケベだぜ、ベイベー。危ない、伊藤さん危ないって、本当に落ちるわ、伊藤さん伊藤さんお前マジ危ない危ないって、伊藤さん。大モンゴル博は楽しいんだもん、すごいんだもん、知ってるもん、みんな知ってる。マザー牧場大モンゴル博、マザー牧場。今日のワンコ、今後と同じ。わっ、お名前なんて言うんですか。ジュリア。ジュリア。わ、え、女の子ですか。女の子。あ、ジュリア女の子ですね。女の子。女の子に目がないコングは追いかけっこも大好き。どうやらジュリアちゃんはコングに首ったけのようです。Thank you.
サリーサリーどうしたサリーどうしたどうしたサリーサリーどうしたもうサリーサリーやめとけサリーおいサリーどうしたよどうしたよサリーこの麻婆豆腐どう？すっごくトロプルよ、プルプル。味の素のご飯が進むけ麻婆豆腐トロプルよ、味の素。というわけで、いつメンバーに寝込みを襲われてもいいように昨夜もこんな格好で寝たのですが、ここまでやったのに。ピカーン。真っ赤なお花のババアちゃんはいつも一人で空回り。はい。涼子ちゃん、なんでこの間来てくれへんの？東京ドームの前、俺ずっと待ってたのに。この格好やっててくれな困るがな。高いチケット出してあんた待ってたのにやな。何やうるさいなお前。ほんだ映画かなんか行こうか。決まったいな。何やねんな。呼んでます。Lunchtime. Okay, boys and girls, let's. Come on, please, come on, please, come please. On. Shooting. Video. これが世界最初ニューポケットムービー誕生。デジタルはビクター。
最皆さんこんばんは。塚地コック劇場へようこそ。では日常に起こりうる怖い話を一つ。自分のお気に入りのシャツと全く同じものをテレビで恵比寿よしかずが着ていたんです。すぐに寝巻きにしました。西暦 2000X 年、人々を恐怖のどん底に陥れたブラックキング率いるロボット軍団。しかし、そこに立ち向かうたった一人の男がいた。彼の名はキャシャー。人間の体重を極限まで落とし、驚異的な能力を身につけたガリガリ人間なのだ。こいつだと思う。左足いったな。海のホラー、深海ホラーサスペンス、ディープフィア、セガサタン。あのさ、うん、おっぱいとお尻触るならどっち？お尻。お尻の方が実は優しいんだよな。まあなんか口では言われへん優しさがあるさかい。変わらなくて割れるんだから。
が首が首いかれてる首割れない頑張れよ弥生あの先生弥生大丈夫でしょうか大丈夫ですよでも体はアルコールいっぱい私任せなさい大丈夫ですか あなたやっと私たちの赤ちゃんに会えるのねそうだね、うん、男かしら女の子かしら、うん、丈夫ならどっちだっていいじゃないか、うん、そうねいや、お願いします。意味ありげだな。先生お願いします。頑張れよ、やめに。心配だな。大丈夫かな。生まれた。先生、今田さん。はい。元気な五つ子ですよ。五つ子ですか。ありがとうございます。え、どうしたんですか。よかった。いや。ベル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 。ベそれ本当に効果あんの？うん。何が？ TBC エステよ。よしなさい。ナオミ。ただいま。どうなった？ナオミよ。そんな声まで変わって。綺麗になるのが TBC。RV がスポーツの走りを手に入れた。もう誰も追いつけない。フォレスター誕生。スバル。エスプレッソコーヒーマウントレーニアカフェラッテパーフェクト TV でありとあらゆるスポーツをゲット面白くてああ面白くて試合を忘れたパーフェクト TV 空いたデスクこのやつめ食べやがってほらさんぞもう家に帰るようそや先帰れもう酔っ払って近所迷惑でしょ酒行こうとこや酒そんなお金ありませんもう家帰るわよさ気持ち悪いじゃん言ったわね女性を舐めるな畜生殺菌爽快リストリーン青コーナー挑戦者世界バンタム級7位ピホリレーナリーボリリーレンポリ的セサナムペ共和国国歌の演奏です。マダスナマクソマダマダロマダロ
わーバスはバン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 モルモッツが番組を続けていると本当に終わってしまうぞというご意見を多数いただいております。そこでもう一度番組をロバの耳掃除に戻させていただきます。エキセントリックエキセントリックエキセントリック少年ボーイ。今日も地球が平和なのはエキセントリック少年ボーイがいるからさ。早いぜ早すぎるぜエキセントリック号。装備も充実嬉しいな仕置きの手段さ。お前ボーイ呼べば答える腐れ縁ただれた仲間だ人畜無害の人材犬ぞワオトリバーホロッホーエデモンキーウッキーさあみんな行くぞどうせ相手は親父の二号今はフリーの訳あり日本もちろんね敵か味方かカーボーイ敵かな味方かなだけど寂しいこともある親父の顔は二度と見たくない頑張れ地球頑張れ地球僕は限界だ食らわせろ食らわせろ俺も知らない謎の小袋80袋エキセントリックエキセントリックエキセントリック少年ボーイ裸足の大人が増えているのはエキセントリック少年ボーイがいるからさ怖いぜ怖すぎるぜ悪いやつ中にはいいやついるけれど正義の刃だアンビリーバルカッター甘い香りと口当たり
腹持ちのいい未来のお菓子。祝いのレーズン、甘みは効いてもシュガーレス。コロコロハンディーワイパー。Star Wars キャンペーン第2弾は R2D2 シールをめくってあたりが出たらワーオ R2D2 can holder present Get R2D2 Pepsi どうも C3PO です。劇場でお会いしましょうな、R2。喋れるのか。人間が演じてんねん。人間が演じている。そう、メイクしたやろ。2時間かかっとんねん。かかっとんねん。病院で断られた患者たちがこの病院には集まってくる。
すいません。すいません。抜いて。早く抜いて。オペの用意だ。よかったね。はい。どうもこんばんは。なあなあ、りょうほちゃん。はい。低周波治療器好き。肩凝ったりせえへんかな。低周波治療器。肩はよく凝ります。あれ結構効くんや。ピッピッピッとここつけて。これだけやろうか。はい。今度持ってきたるから。エルモアカレンジャーアカレンジャーのハラゲー怪我されたアカレンジャーアカレンジャークイプリンソンステオレンジャー逃げろ。おい、どこ行くねお前。並べよな。お前どこにおる。こっちやろ。いやむしろこっち側かなって思う。向こうやろお前も。もう行け。あ、そうですか。お前違うやんもう。もう全然違うやんお前は。ええ、いや、うん、お前だけいや、だからむしろこっちかないや、だから甲府美麗米未食過吧三日台公仔碗面この三角形の面積40平方センチ40平方センチ、この三角形の面積が、50平方センチと、導き出されるわけです。40方センチ、この三角形の面積が50平方センチ、ここの、長さは、50かけることの8分の1 50かけることの、8分の1いいですか40立方センチ、そしてこの三角形の面積が、50立方センチと、出ます、ここの長さが 50×2 かけることの8分の1 12.5センチ 12.5センチ、この問題を解く時のポイントまずここの相似を見つけるこれを見逃したらいけません。はい。そしてこの図を、よく見ること、そしてですねまず最初に相似を見つけてそれを利用することいいですか。まず相似点を見つけてそれを利用することそこから面積の等しい三角形を注目するそうですね。いいですか。つまり高さがおい、杉本杉本はいお前さっきから何雨乞い見とんねん聞いとけすいませんシェイクメイクアンドムーブヨーバディジャストライクアンインセクYou're a bird.
他にもその。あ、そうです。誰？被害者。モバイルオッケー、ツーカーズ。誕生モイスチャーウォーター、それは水のトリートメント。潤って潤って、パサついた髪もスッとまとまる。ダックスモイスチャーウォーター。日本リーバー。Wow, Mintia really does it. Mintia, Mintia. Hey guys, ever heard of Mintia? Wild and cool? Wild and cool? Cool! 三つの味の超刺激 Mintia, 100円 So Melanie, guess where I am? はい、ありがとう。いらっしゃい。350円ね。I'm in my first double bed. It's kind of cool here. Yeah, no, I've never been there before. いや、誰でよう喋る人やな。You remember that?Yeah, I know. Yeah, that was cool. Now, I was wondering to know what you thought about that. Now, I don't care if the cab driver was watching. It was cool. I like the fact that he was watching. Yeah! この人よ、喋る人よ! What? またあいつだ! It's a dude with a mustache! 待て! Melanie! Hey, Melanie! 喋りすぎの現行犯だ! 喋るな! Chocolate Tarantino! Please, bring many new beginnings. Friends, new dreams, new happenings. 風の季節をグランドツーリングするために、Four Seasons Legacy. 日本にはレガシーがある。スバル。しなやかな筋肉は美しい。トレーニング直後のプロテインが体を変える。ジョグメイトプロテイン誕生。早押しクイズであります。格闘技の他にこれは早押しクイズも兼ねております。さあ、このネックを押さえた。さあ、どうぞ。入ったぞ。次、2発、3発。おっと、自分の頭を痛めてしまいました、ダンカン。無理でしたね。さあ、どうだ、ダンカンピンチ。ダンカンピンチ。これはがっちり決まっている。デルフィン、釣り天井。こんな場合。東シナ海に釣り天井、緑の天井であります。ダンカンが割る。危ない、ダンカンピンチ。危ない、そっちはロープがありません。まずはクイズ、早押しのルール。公園に来るとコングがいつもおねだりするのがソフトクリーム。誕生日おめでとうということで、はい、歌いましょう。はい、三、はい、ハッピーバースデー。ただいま。キャー、部屋が荒らされてるわ。昨日へそくりで買ったばかりのとても高価なネックレスがなくなっているわ。早く警察に連絡しないと。ダメだわ、警察がやってきたりしたら内緒でネックレスを買ったことがパパにバレてしまう。自分で犯人を探すしかないわ。学生の頃を思い出すのよ。サスペンスの女王と呼ばれていた頃。
窓が開けっぱなしになっていて、たくさんの足跡が残ってるわ。犯人は複数ね。足跡がキッチンへ向かってる。何か食べたわね。お行儀の悪い犯人ね。こんなに食べ散らかして後片付けもできないなんて許せないわ。あら、こんなところにローラちゃんのリボンが。そしてこっちにはエミリーちゃんのリボン。どういうことかしら。まさかあの二人が犯人。これはマイキーの洋服。あ、マイキー、しっかりしなさい。マイキー、どうしたの。まあダメ、喋らなくていいわ。じっとしてなさい。誰かいる。2階ね。誰かいる。気配を感じるわ。どうしたの。エミリーちゃん、ローラちゃん。おばさま、私たちは大丈夫。マイキーは。ダメ、喋らなくていいわ。じっとしてなさい。どういうこと。一体誰が。したね。逃げた。マイキーを連れて。マイキー、どこに行ったの。一体誰が。奥さん。おばさまが帰ってくる前に片付けてしまわなくてはいけないわ。ちょっと騒ぎすぎたわね。昼間のシャンパンはよく回るから気をつけなくちゃ。私たちちょっと手乱の毛があるわね。グレース宝石店のものです。先日お買い上げいただきましたこのネックレスですが、はあ、店にお忘れになられてましたのでお届けに参りました。あら、盗まれたと思ってたら持って帰るのを忘れていたのね、私ったら。もう少し隠れてた方がいいのかな。そうだマイキー、もう少し隠れていた方がいい。そして全てを忘れることにしよう。パッパパンティー、パッパパンティー、パンティー温度だ、パンパンティー、おなんやみんなのね、ほいパンティー、かぶってごらんよ、はいパンティー、人の目なんか気にしちゃダメダメ、ほらみんなでド変態。えらいパンティー、すごいパンティー、おい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 、白いパンティー、くらいパンティー、おい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 、パッパパンティー、パッパパンティー、パンティー温度だ、パンパンティー、お疲れなのね、ほいパンティー、楽になれるよ、はいパンティー、辛い時にはかぶればいいのさ、ほら楽しいと変態。パンティー、すごいパンティー、おい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 、赤いパンティー、黄色いパンティー、おい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 、パッパパンティー、パッパパンティー、パンティー温度だ、パンパンティー、不景気なのね、ほいパンティー、リストラされたら、はいパンティー、いじめられても失恋しちゃっても、ほらかぶればド変態。えらいパンティー、すごいパンティー、おい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 、レースのパンティー、スケスケパンティー、おい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 、パッパパンティー、パッパパンティー、パンティー温度だ、パンパンティー、お台場なのでホイパンティー、イベント来たらハイパンティー、パパやママにもかぶせてごらんよ、ほら世界はド変態。えらいパンティー、すごいパンティー、おい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 、パンティー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 、おい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 、パッパパンティー、パッパパンティー、パンティー温度だ、パンパンティー、